はい、遅いさんです。フロントミッションシリーズガンハザード、生身でクリアを目指します。今回はエレヌの丘をまずは行きましょう。ここね、何もない気がするんですけど、こんなところに何かあるのかな。ないですね。まあじゃあ早々にクリアしますか。うん、まあレベル上げかな。これはでも必要ないステージですからな。まあ、とりあえずウォーミングアップという感じで。お、なんか初登場の敵がビーム撃ってきますね。2回目かな。よしよし、こいこい。よし、あのビームもかわせんすかね。こう直進しかしてこないんで、ちょっと試してみるか。こいつね。でも倒してまうな、まず最初に。よし、お、俺と勝負するか。ちょっとハンドガンも上げとくか。よし、よしよし。まあ、ここは余裕かな。どんなもん。今半分ですな。なんか敵の弾より、お、お、ボスおる。ここは父さん。余裕か。あ、弱っ。おい、こんなヘボに生身に負けてどうすんのよ。よし、じゃあまずはここクリアします。いや、エイド使わなかったですね。うん、まあ、まだまだぬるいステージです、ここは。うん、お見事です、アルベルトさん。あれ、それだけ。いやー、これ、どっちかな？とりあえず、こっち行くか。ディア師団施設。あっちの大きな施設はね、なんか、ありそうですからね。こっちもあるか。どうやらここは敵の施設のようです。あまり大きくはないようだが、調べてみる必要あるな。もしかしてゲリラ軍の本拠地とか。爆撃しようか。なんか楽しそう。いやいや、もしここにガスポットがあったらまずいだろう。兵器製造施設だけは破壊しなければ。そうね。やばいな、これブレンダー。ちょっと誰か止めてくれる人いないと、被害がすごいですよね、おそらく。自分も死んでるんじゃないの。じゃあ、これは多分施設の中入るんでしょう。おい、来た。お、砲台か。これやりにくいな。よしよしよし、これでいけるか。まあ、これでハンドガンの経験値も積めるんで一石二鳥ですね。おっと、いて、しゃがむか。あー、やりにくいな。来い。まあでも火力は高いんでね。ニョロ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 。こっちから行くか、まずは。リペアキット。いりません。
リペアキットはバンツァー用のアイテムなんでね、いりません。よし。あれ、あれ2個当てたら一撃か。おお、すごいじゃん。なんかあれっすね、ミッションインポッシブルみたい。ヒュルヒュルヒュル。あ、そんなことないか。ここ行けるのかな。あ、違うか。いやー、ちょっと久しぶりにやると迷いますな。よし。ここか。OK。で、ここで中に入れる。あ、違う。アッパーバルカ。バンツァーの特殊武器ですね。装備すれば、敵のね、上空にいる敵なんかに対して、有効な攻撃を、することができます。まあ、このアルベルトで例を例えると、このアルベルトの背中から、バルカン砲が出る感じですね。よし、来い。弱いな。で、おお、いてててて。あれ、戻ってきた。あれ、迷ってる。この上か。あ、違うな。向こうかな。いや、めっちゃ迷ってるぞ。すんげえ迷ってる。あ、ここか。あれ、違う。あれ？嘘？ちょっと待ってよ。こっちかな。申し訳ないですね。今回グダグダですわ。こうね、何も敵出てこないんだったら、スイスイと行くのが筋なんですけどね。あれ、ないぞ。どこだ？あのまま端っこまで行くのかな？あれ、ない。あれ、こんなん出たっけ？来てなかったか？しかも衝撃を加えると基地を爆破するようになってる。引き返すしかないか。あー、こんなグダグダ、いいのかな。はい、じゃあ、一旦帰ります。いやー、ちょっとショックですね。ID カードいいのか。
じゃあ、一旦ここでやめたいと思います。はい、撤退しましょう。ID カードがいるみたいなんでね。じゃあ、次回は、ID カードを探しに別のステージに行きたいと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。はい、すいません。読めませんでしたね。はい、多分ね、どう考えても、ここですよね。はい。次回はじゃあ、弁当シリーズです。ご視聴ありがとうございました。